マスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております宮脇チャンネル各課に、今回は1週間を振り返る増刊号ドドーンと始まります。3月5日から始まった1週間、今週のニュースやワイドショー、地獄のチューリップの歌、さすがに歌ってませんでした。ただ変異株というか、読売新聞は京都府京都市の救急出動の回数が昨年過去最多になったと伝えております。そこから返す刀で5類になったら、季節性インフルちゃんとの嫌なコラボ、すなわち同時流行によって緊急出動が増加する懸念を伝えておりました。とにかく脅かすことがマスゴミ、あ、間違えてない気もしますけど、マスコミの仕事だと勘違いされてるんでしょうか。そんな彼らには確実に終わりが近づいてきているということを確認した1週間でもありました。まずは一般社団法人コラボ。ひな祭りの令和5年3月3日、東京都は一般男性、まあハンドルネームひまそらあかねさんの住民監査請求を受けて、東京都福祉保健局に再調査を指示し、その報告がこの日上がりました。再調査の果てに提出された報告書では、190万円もの誤記があったということなんですが、これを鉛筆なめなめで書き換えたので、ギリギリセーフと言ってるかのような報告になっていました。週が明けたこの間の水曜日、墨田区選出の自民党都議会議員川松慎一郎さんが、東京都の予算質疑の舞台に立ちました。東京都の放漫財政というよりも、もはや特定業者との密の果ての癒着が疑われているんです。そして実際に福祉保健局の局長の説明を聞いても、あれ、それ癒着って言うんじゃないんですかという答えしか返ってきていないのに、これを伝えたのは産経新聞と産経新聞のお仲間だけぐらいでした。東京のテレビ局、いわゆるキー局に限定した時に、皆無絶無、全くのレベルで報道を確認できずにおります。それがためか、コニタン文書と WBC、ワールドベースボールクラシックを、今節丁寧に説明しておりました。まるで視聴者の目をコラボ問題から逸らすためなのかなという気がしないでもありませんが、ところがこのコニタン文書と WBC から、テレビの終わりが近づいていることにうっかり気づいてしまったんです。そしてテレビの終わりに直結するのは一般社団法人コラボさんの話題も同じくです。3月8日の都議会での川松慎一郎都議の追及を産経新聞の記事より紹介し、順を追って解説を加えていきます。自民党の川松慎一郎都議は、団体側の台帳記述をもとに人件費の大半を委託対象経費に含めなかった都の再調査対応などを実績額の特定を求めた勧告を誤解していると指摘、客観的な検証も困難だとして、当局、これは東京都福祉保健局です、の西山智之局長は、領収書や台帳など会計上の支出をチェックしていると述べるにとどめた。記事はここ深掘りしておりませんが、実際にこの私、その日都議会のストリーム配信で全編確認しております。そしてこれは前の週の3月3日、ひな祭りの日に出された、福祉保健局の再調査の結果から明らかになっていることなのですが、一般社団法人コラボさんというのは、一部のと断っておきますが、使った経費の領収書の提出を拒否っております。議会でも同じく、領収書が拒否られたと、福祉保健局の局長は答えております。一般社団法人コラボさん側は、その公式ツイッターにおいて、女の子ちゃんのプライバシーを守るため、なんてね、抜かしておりますが、それをチェックする公務員様には守秘義務が課せられているんです。何より、発注条件が書かれた仕様書に違反しているんです。常識に照らせば、商標類の提出を拒否した時点で、規定違反で発注停止の上に、お金返してねと、費用の返還が求められる。ところが福祉保健局は再調査したらね、マークがちょっと経費かかってたから、ギリギリセーフと主張しているんです。イラッとしましたが、ここで記事に戻ります。また、団体への委託予算が令和3年度から4年度にかけ倍増した経緯も取り上げられた。川松氏は、同局が増額に関する内部の協議資料を開示しない対応も問題視。西山氏は、受託団体から聞き取りなどを踏まえて決定したと答弁したが、川松氏は、メモや議事録がない会議なら、内輪の話で増額が決まったものと言わざるを得ないとした。ざっくりと言えばこういうことです。お金ちょうだい。はい、あげる。ふざけるなと。そしてこんなうましかな話を、ニュースやワイドショーは一切絶無、皆無のレベルで報道していないんです。
イラッとしませんか？大前提として、住民監査請求の不採択率、つまりこれはピッピッピッと門前払いを食らう確率が 97%、 97% と言われております。ハンドルネームひまそらあかねさんが住民監査請求を申し立てて、これが認められたのは増添陽一郎前都知事の公用車を私的に使っていたんじゃないかという、それが疑われた6年ぶりのことです。そして今週さらに動きがあったと、ハンドルネームひまそらあかねさんのツイートより紹介します。速報、新しく若草プロジェクト、ボンドプロジェクト、パップスに対する住民監査請求の監査の実施が決定しました。この後追加でもっとたくさん出していきますが、追加を出し始めたうちの最初に出したやつです。いわゆるネットスラングでいうとこの四天王の WBPC、 すなわち東京都が若年女性被害等支援事業を委託している4団体、このすべてに対する住民監査請求がズバリの全部認められたんです。さらにこれは憶測の息を出ないと断っておきます。ただ WBPC との関係性がネットで噂になっているのが東京都の監査委員会のメンバーさんなんです。東京都議会議員から選ばれているメンバーだけを確認しても、主査監査委員は伊藤優さんで、この方都民ファースト所属です。都民ファーストの会というと、まんま小池百合子都知事の子分、仲間と見られております。監査委員の伊藤浩一さんはというと、公明党所属とのことで、公明党さんの公式ツイッターには、 WBPC の四天王の中ではナンバー2と噂されるボンドプロジェクトの立花淳さんがメッセージを寄せております。いわば身内と疑われても仕方がない監査委員のメンバーが集まってもかばい切ることができないほどずさんだった可能性が高いんです。白がこう言ってます。ギリギリセーフ。確かに、領収書の提示すらしないさせない許さないというコラボ基準が認められるんであれば、監査の結果がどうであれ、何でもありということになります。若年女性被害等支援事業というのは、東京都が事業主体です。ところが小池百合子都知事は、3月3日の定例会見で産経新聞の中村記者にこのことを問われて、国の事業だと国に責任があるかのように責任逃れをしておりました。この責任逃れもまた川松慎一郎さんによって都議会で追及されておりましたが、ただ同時に若年女性被害等の支援事業というのは、そのバックボーンとなっているのが厚生労働省の困難女性支援法なんです。これは来年の4月から施行されます。よって、それまでトコトコトコーと逃げ切ればギリギリセーフという思惑が透けて見えるんです。ただハンドルネームひまそらあかねさんや、おとなしほむらさんに、ちょっくりーさんに、ペーパーハウスさんなどなど、 SNS アベンジャーズの皆さん、そして川松慎一郎さんに、川崎市議会議員の浅野文直さん、こうしたお歴々が発掘した疑惑というのはすでに証拠のレベルに達しています。これらのネットに転がる情報を見て国税とか動かないとしたら、我々庶民にとって朗報です。朗報となっちゃいます。だって領収書がなくても経費計上できるんですよ。こちらもコラボさんとコラボしたコラボ基準で領収書をお見せすることができませんなんてやれば、事実上の無税と社会の実現です。もちろんそんなことないと私は考えております。そして、ひまそらあかねさんは、東京都に対しての住民訴訟、訴えてやると、リーガルハラスメントではなく、正当な権利の行使を仕掛けております。つまり、このコラボさん騒動というのは、もはやすでに、我が国の法と秩序が機能をしているかどうかの戦いになっているんです。少なくともそれが試されているのですが、テレビのニュースやワイドショーしか見ていないと、こんな重要なことを知ることができない時代になっちゃっているんです。よって、コラボさん騒動を報道しない自由にすることによって、テレビのニュースやワイドショーというのは、その存在価値を今まで以上に失っているということです。さらに言いますと、三浦瑠麗夫こと、国際政治学者三浦瑠麗さんのご主人、この人物が逮捕されたことも、電通の五輪談合にしても、ストレートニュースではちらっと触れますが、深掘りしないことも同じくです。こうしたテレビ業界に隣接する話題も報道しない自由にすることによって、テレビの側はネタ切れを起こしているように見えてなりません。
そんなニュースやワイドショーがネタ切れして、何かネタはないか、悪い子はいねえかって先でパクッと見つけたのがコニタン文書であり、 WBPC、 じゃなかった、 WBC、 コニタン文書で名指しされたのが、毎週日曜夏からネット界隈をザーワーワーとさせます TBS の最低モーニング。内容そうなんですけど、番組名はサンデーモーニング。そのサンデーモーニングサンモニの存在そのものが、小西文書、コニタン文書への疑惑が。ちょだかーん。コニタン文書とは、立憲民主党所属の小西博之参院議員が、当時の安倍政権が放送法の解釈の変更を試みていたんではないかとされる、当初は怪文書、その後認めたので総務省の行政文書のことです。サンデーモーニングに各週出演しております、ジャーナリストの青木治さん。コニタン文書について、アイラドットのインタビュー取材を受けてこう答えております。政治の中で磯崎さんらが盛んに言ってるのは、国民的に議論が二分されるテーマ、公平にせよということですよね。例えば、特定秘密保護法にしても、安保法制にしても、政権は何が何でも押し通したいか、関係性が大きかった、実際それぞれの政策には重大な問題もありました、それが政権側から見れば国論を二分という理屈になるでしょうが、それは、メディアに政治的公平性を保つということは、政権以下をやめるという意味に等しい、批判するなら同じ分量で政権立場も伝えるということになれば、物事は全て相対化され、時の政権や各種権力を監視するメディアとジャーナリズムの使命は死にますよ。適当なところ政権に批判的な話だけよ。この青木治さんの長いお話の主張するところというのは文末にありました。結局のところ、政権に批判的なメディア、番組を潰したいのが本音なのでしょうというところなのでしょうが、しかし、サンデーモーニングは打ち切りになっていません。コニタン文書では同じ主張ばかりをするコメンテーターというのがあり、確かに一糸乱れぬマスゲームを踊ってるかのような主張を繰り返しているのがサンデーモーニングという番組の持ち味です。よってサンデーモーニングは打ち切りになっていない時点をもって、放送法の解釈の変更がなされていないという、サンデーモーニングが生き証人になっているんです。さらにコニタン文書ではテレビ朝日のモーニングバードの名前も挙がっておりました。これは現在の羽鳥慎一のモーニングショーです。こちらも打ち切りになっていません。それどころか、トースポ命名による玉川事件、すなわち政治的意図を匂わせない演出をテレビマンならすると明言したテレビ朝日社員の玉川徹さんが、今週もしれっと週に3日もコメンテーターに復帰しておりました。週に3日も出演したんで、今週も確認しておきます。テレ朝カラオケボックス飲酒転落事故の報告を自らすると言っていた、その報告はあったのか、あったのか、なかった、なかった、また来週のでした。なんめくさりやがって。あ、いやいや。やっぱりこういうことでしょうか。政治的意図を匂わせない演出で変更報道をして、コラボ問題は報道しない自由という形でコラボして、我々は税金チューチュー、公金チューチューの仲間、チューチュートレイン、チューチュートレイン。だってここには総務省の郵政省グループがいて、コニタン文書でコラボ。バレちゃいました。と、冗談はともかく、今週始まりました WBC 野球の方ですよ。大谷さんが登板していた日本対中国のテレビ中継において、AC ジャパンの CM が放送されました。つまりスポンサーが WBC でも、消えた、消えた、やったとなっちゃっていたようです。これはフォロワーさんに教えてもらったことなんですが、WBC というのは Amazon プライムビデオも配信しているとのことです。やっぱりテレビの終わりをうっかり確認してしまいそうになる一週間の始まりでございます。いよいよ何かが聞こえてくるような気がします。断末魔でしょうか、それともソメイヨシノの開花宣言でしょうか。今週も正しく恐れてみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。同感号恒例謎のギターのコーナーが始まるよ。次回も見てくれるかな。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。私の完全勝利とか、みんなが今に、ベストを作られているのが、それを買って
学ブリーチンシグナルブリーチンシグナルグッドアンド人種学部と番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですが、じゃんけんタイム、みやちゃんじゃんけんじゃんけんパー、私がパーなのでチョキを出したあなた、サインはブイ、おめでとうございます。私と同じパワーを出したあなた、気が合いますね。1週間まとめてのエナジーチャージハンドパワー、ミミ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 、そしてグーを出したあなた、頑張る。それでは本当のバイバイ。